さあ、ということで、始まりました。万華鏡メンバー、同期配信、今日は28期生です。よろしくお願いします。ビヨンが担当させていただきまして、じゃあちょっと一言、ラフジゲンです、はいはい、よろしくお願いします。そして中山女子さん、ギザルと申します、はい、よろしくお願いします。さあ、そしてどうもパーフェクトダムシレタです、お願いします。元気ですね、山田さん。何ですか、18時間寝たんですか。いや、そんなもんないわ。ちゃんとは適量寝たわ。何してんの、みんな。ほんま、みんなこの期間どうしてんの。ほんまそう、あ、今、うん、今よ、もっぱらウーバーイーツよ。行ってよ、インスタ。運ぶ方、運ぶ方、運ぶ方よ。前、どこまで行ってたっけ、難波界隈で働いてんのに。いや、のに、この花国に。この花国に、FSG やな。もっと近いやつおるやん。めちゃめちゃ運ぶやん、めっちゃ運んだよ。なあ、今運んでんねんな。そして、角野さんは相方ですので、あ、この回に28期じゃないんですけど、はい、お邪魔しますね。角野さん何期でいらっしゃる。僕22期すごいんですよ。誰と同期でしたっけ。キングコングできない、できないですね、22期では。そこはないです、できない。喋ったことあるんですか。いや、でもないかな、キングコングは。ない、キングコングはないかな。どういう22期時代を過ごされたの。仲いいやつどんどんやめていくっていう。死神みたいな。死神って言わない。すげえ。中野のね、和田の顔でかいから、角野さんが遠くに行ってた。いや、同じようにならないよ。距離感が出ない。僕も結構顔でかい方なんですけど、うん、この時顔でかいやつが多すぎて、はい、あ、でもそうやんね。お前もでかいから。いや、そんなことない。もっといじってる場合じゃない。ええ、違うよ。中条もやった。中条もでかいって言われる。そして、木崎さんはコメントを、ね、はい、つどつどお願いします。来てますか、はい、そうですね、はい、対して、いいコメントはありません。そんなん言うなよ。いいコメント、いいコメントしてください。いいコメントしてください。さあ、現在1800アクセスいただいて、皆さんもやっぱこうお笑いで芸人今何してんやろみたいな感じで見てくれてんのかな。確かにそう。ほんまにもう昨日一昨日も休みやったもん、ね、そうです、僕ら連休でしたね。ずっと天井見てた。いや、暗すぎるやろ。でも暗すぎるやろ。大きい、せめて大きいよ。ずっと天井見てた。なんで布団から出へんねん。いや、大きいよ。いや、逆に何ずっと寝れるよな、ほんま今、うん、ほんまに、ほんまにずっと寝てる。え、娘とか奥さんおるやん。え、やないよ、俺たちでねん。お前が隠してたのはもうだいぶ前や。え、もう一回隠そう、もう一回隠そうとしてんの。え、そうか。なんで知らんのよ。なんで知らんの。俺と木崎は謝らなあかん。おい、俺一緒にすなよ。お前のせいで俺が一緒にされてる。僕悪いけど、俺らは隠さんとこなって会議したから。俺は会議したから。でも次の日に言うたわ、俺な。俺は隠さんとこなって言うたわ。次の日言うたわ。僕と木崎がすいません。何でやろ。一緒にされてるやん。発表したわ。隠してた人と一緒にされてるやん。翌日言うたわ。でも同期に前日に言うたやん。一緒やぞ、それは。前日やったじゃん、お願いいたします。さあ、同期配信2日目となる本日ということで、前回は34期が行ってたんですね。今日は2日目で、28期でやらせていただきますと、45分間の配信となっておりまして、なかなか普段集まることのない28期のあんなことやこんなことをこの機会に話していこうと思います。ということでございまして、減ったね。減ったね。減ったのよ。減ったよね。もう15人でしょ。違う、34人もっといたんでしょ。もっといましたよね。減ったよね。減ったよね。ほんまに入りが大楽屋やったんですよ。でっかい楽屋やったら、うん、寂しすぎて。少なすぎて。打ち合わせが一角でやってた。端っこの端っこでやってた。減ったよね。34期は17人。減る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 って。確かに減る。劇場メンバーはってことでしょ。だから劇場メンバー以外で言うとね、あのジョンガラ兄弟とか。誰だ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 。僕らも知らん人。ジョンガラ兄弟。さあ、ということでございまして、コーナーを用意していただいております。早速いきたいと思います、トークコーナーでございまして、ボックスから引いたテーマにみんなで、うん、はい、トークしていこうというコーナーなんですね。じゃあ、なんか引きますよ。あ、じゃあ僕一発目引かしてもらっていいですか。はい、はい、お願いします。じゃあ1個目のトークテーマこちら。はい、ほい。初舞台でのエピソード。はい、あ、初舞台でのエピソードが来ました。だから2005年、2005年ですよね。初舞台ね。うわ、初舞台だ。僕らの時って、うん、あの NSC 28期生中間発表会っていうイベントがありましたけども、ね、うんうん、
あったね。ましたか見てたの。これ出てた。ギオン2000年の話になるんですけど。前。ミレニアム。加藤さん2000年。前。まだ20世紀。なんで20世紀。前。20世紀。20世紀違う。大丈夫。アユがめっちゃ売れちゃった。え、だってすげえ。加藤さん2000すげえ。12や。12やわ。さあ皆さん初舞台は楽次元はこのコンビね。え、ギオンは？僕らもこのコンビ。はい。そうやね。そうだと思います。中山も出てたよね。俺出てた。芸名だっけ？芸名で、あのおじいちゃんの潰れた会社の名前を芸名にしてたんで、もうあのその名前を言ったら、あのむっちゃ借金取り来るから、あの帰ろうっておかんに言われたんで、今ここで言ったらダメです。ええ。あれ名前そうなんや。いや、借金継続中。いや、もう生還したんやけど。おじゃあおじいちゃん亡くなったから。なんか複雑やな。すごい。よう変えてたよね。よう変えてたよ、そう芸名をね。もともとはそれがしっくりきてたけど、みんなそれで呼んでくれてたから。うん、確かに。そうそう。で、それ、そっから何だったっけ。 B B 中山。え、B？ 知らん。それは知らん。小文字で BE って書いて B。 B 同士やから、それがあかんようになって、まず中山大臣で。大臣したよ。勝手にランク上がったんや。大臣で、村長もあったよね。村長。あ、そのなんかちょっと知ってるわ。で、村長、中山村長があって、で、中山がひらがなの中山村長。アンゴラ村長みたいな。アンゴラさんと同じ村長みたいな感じで、それが変遷して中山女子短期大学。何で安定してんの。いや、ほんまに。どの名前で安定して。いや、また変えるんやろうなと思いながら、もう15年やってますね。どうですか、初舞台は覚えてますか。僕らはもうめっちゃ覚えてます。もう、あの相方があのコンビ名間違えたんで。はい、ラフ次元を、あの、空次元って言って。空次元って言ったからもうパニック、ほんま。俺は、どうも、ラフ次元ですっていうところも、どうも空次元ですって言って、言ったこと、間違ったことに気づいてない。俺もそんな余裕ないやん。間違ってるやんとか、舞台で言われてる。ゼロ年目やしね。ゼロ年目。だから、そのまま空次元として舞台。いや、最初みたいな空次元やってんねん。だから、2秒ぐらい一緒。NSC の初めての授業の時にそれやってもうたんよ。あ、授業でね。僕らトップバッターで、あれ書くやん、ホワイトで。ラフ次元、梅村空って名前とコンビ名で、空っていう名字珍しいでしょっていう入りを絶対に飛ばしちゃあかんからが頭に回りすぎて、空が前に出てきて空次元って言っちゃった。で、見てる先生が空次元、え、ラフ次元やけどっていう、何回もホワイトボード見るっていう謎の緊張でな、違うコンビ名言っちゃうとかな。ありましたね。お二人はいつ組んだんですか。僕ら7年前ぐらいやったもんね。2003ですね。だってベララベラって。そうです。僕はベララベラが一番最初のコンビで。28だし、一番嫌われてたやつ。知らんやろ。そうなんや。いやいやいや、まあ、なんもない。めっちゃ尖ってた相方やったんで。そうやな。うち、M1 が最初やった、初舞台。ベララベラ。ダウンタウンさんと全く同じネタで行きました。なんでやで、パクリ。尖ってるとかじゃないやん。いや、もう似てたんです、感性が。頭おかしいけど覚えてるくらいやん。すごいな。いや、ない、いや、さすがにあれか。うん、なんか嘘つけとかずっと言わされてました。出せないとか、でっかい声で言われて。なるほどな。今もやね。それが染みついて。我々は、ギオンは全く覚えてないです。初舞台のエピソード。中間発表か。覚えてないことある？全く覚えてない。嘘ついてる。芸人さんはこういう時言っちゃってるよ。いいよ。全く覚えてない。一応なんか。そんなことあるか。いや、何にも覚えてない。いや、でも絶対漫才、その時は。その時は漫才ね。はい。でも全く覚えてない。何だな。いや、待てよ。芸人さんは何だよ。え、中間発表とかが初舞台なの？うん、そうそう。あ、全然覚えてない。何か言うねん。レースとかも全く覚えてない。黄色のスーツとか着てるやん。全然着てない。だ、その時にどんな衣装着ててこんな喋ったとかは全く覚えてない。なんでやねん。いや、おかしい。なんでやねん。よう覚えてるな。いつから覚えてんの。いつから。キラキさん最古の、あの、なんなん思い出。記憶。キラキさんの最古の前で。漫才アワードの決勝戦。最近やん。最近やん。ちょっと前や。2012。そうか。だんだんこの辺かな。2010ぐらいかな。で、7年ぐらい記憶ないねん。おかしいやん。だいぶ覚えてんの。時間のネタとかやってたやん。時間のネタ。あ、やってた。ああ。
M1 1回戦の落ちたやつや。覚えてるやないそうそうそう、落ちた落ちた。俺今宮の荒予選っていうのがあってそこで初めて見たのよ、あのラブ次元を。今宮恵比寿の賞レースあるでしょ、あれを見るシステムで、ほんまに覚えてんのが、なんか梅ちゃんがなんかほんまにこのエクササイズを、あーエクササイズ、あーやってた、そのやつだけめっちゃ覚えてんねん。明るい楽しいネタする人らやなと思ってて、あやってたやってた、なんか一個も思い出されへんけどやってた。なんか通販のこれってこんなにすごいでしょみたいな。なんか覚えてるよな、覚えてる。そう、音楽の動きってすごいな、なんかあれ覚えてるよな、あれってってるみたいな。そう言ってたっけ、てみたいな。そうそうそう、なんか音楽に乗せて警戒。ギキさん覚えてる？いや全く覚えてない。なんか覚えといてって何の音なのこれ。梅ちゃんが2分間ずっと覚えてる。全然知らんわ、そんなん覚えてるはずやんな。見てたら全然覚えてない。なんでやねん。だって俺サブちゃんのあのお尻触る時間をね、キラ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 、やってた、やってたやってた。ちょっと恥ずかしい。キラキラキラ、やってたよ。キラってキラキラって教えて、ちょっと触ってるで。もうどっちも覚えてないやろ。なんで MC してるの？俺 NSC 時代の思い出とか全然覚えてないもん。CC の差を考えろみたいなツッコミしてたよ。してなかった？バイクかな？バイクか原付かな？ああなるほど。CC のなんとか、うん、1個だけ覚えてんのは、 お母さんにまな板かます溝ないねん。ツッコミ弱くてな、お母さんにまな板のかます溝ないねんっていう。面白かったけど、ツッコミ記憶たどっていく話じゃないやろこれ。いやマジで初舞台エピソード、初舞台行く。みんな和田のことは知ってた？いやベラベラです。ベラで、はい、なんかハイステージっていう舞台で一緒になった時に、2015ぐらいですね。和田結構同期とかにも緊張してたからあんま心配してないんだけど。和田っていつからいんの？僕は確かに、いや確かに最初おらんかったよな。おらんかった。知れんと同期みたいな。おってんけど、その面白くなかったの。そのベラベラベラ、いやベラベラ自体がやっぱちょっと音狩りさんやったから、あのすごく波長が合わなくて、仲良かったのが赤飯チャーハンだけやったの。あこれ分かる人いるんかな。セキャンちゃん、いやもうまずベララベラ知ってる人いないですね。そうですよね。いやそれはそんな当時は。でも、うん、あのミクシーで、うん、あの同期で一番コミュニティの数多かった。ベラベラベラ、あ、そうなんや。ちょっと待って、なんて言ったらいいの？それに対してもう木崎なんか見もせんの、へぇってコメント見ながら多いや、多いや、めっちゃ気にしてないや、気にしてないや。今でいうフォロワー多いみたいなもんやから。あ、そう、気にしてないや。カドンさん、カドンさん初舞台とか覚えてありますか？僕はまあ相方中間発表かったんですか？あ、僕は当時高校の時の相方と、プレステージっていう舞台に出たのが初舞台ですね。あ、プレステージやん。はい、じゃあ言います。元相方さん結構。なんか変なこと言おうとしてる。怖い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 。いや、ここだけの話。うん、その後、うん、ちょっと M1 で結構ええ感じでなったみたいな。え？どれ？あれちゃうかったっけ？あ、だからその僕の相方が、村本本田っていう、村本と組んで純潔まで行ったっていう。ルーマンショワーの村本さん。村本さん、あ、じゃあその本田の方と組んでて。本田さん、あー、なるほどなるほど。そんな繋がりか。村本さんも22期やもん。だからその本田さんと角野さんが僕は高校の先輩。あ、そうそう。どこのどこは喋れるの？それもっと前。高校の先輩なんです。どこのエピソードあんねん。あ、でも高校一緒ってこと？牧野高校ね。そう。そういう関係でもあるんですね。なるほど。ちょっと、あと、サンセットスイッシュね。サンセットスイッシュも一緒やねん。誰？何？なんで知らんねん。覚えとけよ、サンセットスイッシュ。何だ、何だ、何だ。一発屋ですよね。言うなよ。友達やねん、俺。あ、そうか、ごめんなさい。なんて歌でしたっけ？これでも赤野じゃない。あ、そうか。あ、歌出した人なんや。そうそう。あ、歌手の。タイトルやった。うわ、何やったっけ？タイトル大丈夫でしょ？タイトルマイペース。あ、マイペース、マイペース。あ、これだ。ああ、はい、歌えないって歌ってないから、歌ってない、かっこいい歌みたいなやつ。あ、そう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 、見てる人置いていくのやめて。確かに一回ちょっと分からないでしょ。ちょっとこれちょっとね、さすがに赤飯チャーハン出たらもう終わろう。終わり終わり。赤飯チャーハンが出た時点で終わろうと思って俺。うん、じゃあ次誰か引きます？中山。はい、わかりました。おい、わ、サンセット推奨めっちゃしてる。一番有名やった。一発じゃないんですね。はい、出ました。昔やっていた深み。ああ。
つかみだ。つかみ、つかみね。やってたな。いろいろやってたな。ラジオある？いや、俺らはもうずっとやってたで、一回。何やってた？昔やってた。え、今やろうか。うん。覚えてる俺。普通にラフ次元ですみたいな。あ、どうもラフ次元です、お願いします。僕もラフ次元です。うわー、言ってたー、やってた、言ってた、やってた、言ってた、言ってた、見たことある。今でもたまに言ってほしいぐらい。なんでやめた、言ってると思ってた、まだ。うん、言ってた、言ってた、いつやめた、なんで言ってると思ってんねん。なんでやめた、なんか、いつやめた、いつやろ、いつ、なんかやったりやらんくなったり、回数がやってきて、確かになんかふやむやなって。なんか別にこれがなんかこれちょっとなんかやんわり受けることないね、なんか、みたいな、みんながなんかみたいな感じで始まる。はい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 。若干これ滑ってから始まってるんじゃんみたいなって。やろ、やわらいでんじゃん。あと僕がどう突っ込んでいいか分からず無視してたんですよ。そう、無視。いや、そればっか。それ突っ込もうや。どう突っ込む？僕もラフ次元ですって。いや、そらそうや。そらそうや。でもそらやからややこしいやな。ほんまにそうやね。いわゆるややこしいね。あ、そうか。それはそうや。それはそうや。なんか語呂悪ない。それはそうやって言われたら、なんかむちゃくちゃ先生感で。え、ピン芸人さんは。え、やってましたよ、僕。つかみってあるんですか。え、覚えてないですか。え、覚えてない。つかみ、どうも、女子でもなければ、短期大学でもない。だけど、中山ではある。ハローして、中山でした。やってた、やってた。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 いや、これね、あの、なんでやめたかって言ったら、うん、あの当時2分のオーディションライブやったじゃん。2分ネタこれやるの30秒ぐらいでやるんですよ。4分の1 1分半やってまうんですよ。パフォーマンスがそう、カットできんかったよね。細かく細かく、うん、そうやね。やってたなぁ。でも久々に見れてね、吉岡さん喜んでるんじゃないか。嫁嫁そのころ嫁さん、作家嫁さんなんですよ。パーフェクトさんはありますか。僕らね、うん、まあその営業とかでだけやるつかみなんですけど、はい、和田がなんか元気に出ていて、うん、こんにちはみたいな、こんにちはって言うんですよ。皆さんこんにちは。しかももちろん変な空気になるんで、はい、大丈夫ですよ、僕も苦手なんでねって言ったら、わかりやすい、営業とかでやってるね。お、擬音は、うん、俺はなんか、うん、僕ら擬音はなかったけど、僕がその擬音より前に組んでた悟空っていうコンビ。悟空？え？何それ？まさか悟空？やめとき、損するってやめとき。悟の空って書くの。悟空って。悟空って。損するってやめとき。どうもーって言って、5つの空で悟空ですっていうのやってた。それ掴めてないよ。説明してるだけやで。背筋凍った。どういう意味？これを元相方の工藤くんがやってほしいって言われて、やった。ほんで作家のダメ出しの先生に、うん、最初の5秒無駄やねん。つかみあるしかも5やった。なんか言わされてる。知らん、悟空の。悟空知らん。どっちがボケやったん。え、こっちや、こっちや。そうやな、多分。ってことは木崎が5の空で5つの空で言ってたんや。悟空ですって言ってた。しかもこれも言わされてて。木崎ピンとかやっちゃおうか。ピンもちびっこ番長みたいなやってなかったな。ちびっこ番長で、ちびっこ番長、おしゃれ番長や。あ、おしゃれ番長、おしゃれ番長、木崎とは別やな。おしゃれ番長っていうのはおったな。おしゃれ番長だった。おっとおっとっと、人間人で。確か一人でやってるイメージがなんとなく、なんとなかったわ今。一人はやってない。そうか、でも擬音結構早く、擬音やったずっとやってたな。じゃあ解散してんの。そうそうそう、1回ね、めちゃくちゃって。回数じゃない、1年何解散してる。1年の間な。じゃあ解散してんのさ。和田、あ、聞いていい、聞いていい、聞いて、何がいいやろ。じゃあこれで、じゃじゃん。はい、解散危機。わあ、それで言ったら危機です。基本はそれで言ったらあれなんじゃない。僕らはもう回避できひんかったから、食らったって一回してますから。それは原因なんやったもん。ベース入ったんですよ、運よくね。あの時期のベース入るんか。そう、落ちてんな、すぐな。そうそう、しかも入り方ももう超異例。俺らが初の入り方やってる。その NSC 道場で1位になったらプレステージのゴング賞をパスできるっていうのがあった。あった。でプレステージ決勝でたまたま受けて、いきなり決勝行って、そう、ほんで入れ替え戦に行けたら入れ替え戦でもギリギリ入ってんの。だからプレステージっていうゴング賞は1回も受かったことない。だからあいつらなんか裏口で入るみたいに言われたのよ。
な、あった、抜け道、抜け道、裏口入学みたいな、そうそうそう、なるほど、そう、ほんで、すぐ1ヶ月で、え、2ヶ月ぐらいあってんな、うん、で、落ちて、いやもうちょっと違うんかなってなって、解散して、そうそうそう、当時だって毎週バトルじゃなかった、毎週、そうだった、そうだった、毎週新ネタ、新ネタ、新ネタ、新ネタせな、毎週新ネタ、ほんで、当時もう今はないよ、今はないけど、その800円のチケットを1人10枚買うのよ、ああ、あったあった、そう、ほんで、その、誰も知らんから売れへんから、うん、毎週8000円減っていくのよ、うわしんどで、バイトもできないでしょ、うん、ネタ作らんもあかんしっていう時ですね、しんどい時やな、事件は逆にずっと一緒やった、その時、俺らもその時が言った一番危機かな、カイさん、確かに、ギヨンが入った同期でギヨンついに劇場メンバーインスタで確かに一回見に行こう、行こう、で、ベース普通の通常公演見に行ったら擬音めっちゃウケてて、袖でコンビで見て、うわ擬音やっぱすげえウケてんな、負けてられへんなって、帰り千日前通り歩いてる時に梅ちゃんがちょっと上見てちっちゃい声で擬音になりたいって言って俺はもうてっきり擬音に負けんと俺らも入ろうぜやと思ってたら、擬音になりたい解散やこんなもんで3人目のトリオになろうとしてる、擬音の勝つよりなる方が早いって勝ち負けってしょうもないからなった方が早い、そうそう、なった方が早い、どんな考え方や、勝ち負けじゃないから中山も実はコンビ時代あるもんね、え、あーあったあったあった、え、 NSC の時なんかロンドン氷、あ、ロンドン氷、そうそう、桜島、うんうん、そうそう、あの日本酒の期待、あ、期待と飲んでたんや、日本酒の期待知ってるんかな、日本酒はだって今でも日本酒じゃない、そう、ね、日本酒は日本酒やけどさ、日本酒の期待って、あの28期あるあるで、あのフリーとか他事務所行ったやつ多すぎるって言われて、確かに、そうなんだ、ちょっとね、 M1 が末広がり図同期です、あ、そうですね、はいはいはい、そうそう、末広がり図、その中でも他事務所とかじゃなくて異例中の異例で、うん、あの酒蔵に1年修行行くっていう、うん、いうコンビが、そうそう、お酒を専門にこうネタやるっていう、はい、ちょっとこう変わった同期なんですね、そのまま日本酒に来た、日本酒、日本酒を来た、どうコンビ組んで出ましたね、懐かしい、全然上がんかったら、全然上がんかったら、はい、解散しました、どれぐらいですか、どれ4ヶ月ぐらいかな、まあ、そんなもん、もう耐えれんくなったの、一人でやりたくなった、あ、もうやっぱりな、そうでもそれ以来組んでないな、組んでないな、ね、あ、なるほどね、和田はベラのベラなんで解散したの、僕ら、ほんま単純ですよ、何年ベラのベラ何年やってた、何年、3年以上やってた、NSC 同士以上って何、以上って何だよ、何年か聞いてる5でも6でも7でもあるやん、資格か、何だ3年以上、3年以上、じゃあ5じゃあ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 別枠で、で僕らはあの最下位から2番目ぐらいで落ちていったんですよ、プレステ決勝決勝、そうだよ、一緒に受けたんや、一緒に受けたんや、全然、すごすぎて喋れんか、やっぱオーラがちゃいすぎて、あ、まあそうやろな、なんやねん、なんやねん、あ、まあ覚えてへんやないか、眼中になかったから、おい今は眼中あるやろ、ないないやん、今がもっと一番ないやん、なんで一番ないねん、加藤さんしか見てないから、なんでやねん、僕らも解散の時ありましたから、ここ結構ありますどっちが言うか、まあ加納さんか、いやでも和田がちょっと寝とちりとかが多くて、それは何回言っても治らなくて、でも次やったら解散なって言って半月後ぐらいにまた寝とちりとか、うわ、うわ、半月で、半月で、ほんでひどい時も遅刻に怒ってる最中になんか眠ったりして、眠ったって、うとうとしだして、伸びたよ、なんなん、なんなん、で一回4ヶ月の前説の合間にちょっとほんまにそんななったから一回ちゃんと話しようって解散するかどうかの、そこまで、そこまで行って、でとりあえず横の喫茶店行って。で話しようって言った時に和田があのトーストセット頼んで、なんで腹減んねん、えぐっ、解散なんだって、メシ、メシ、
るんやん。余計にまっすぐやってはる。確かにトーストセットってもうカレーとか食えやん。軽食や。毎節早くはモーニングの時間やん。寝ろたいと思ってる。寝起きや思ってるじゃん。もうそれで怒っても無駄やなと思ってる。あー、なるほどね。ありましたね、ほんまに。さあ、コメントとか来てますか、そうですね、だから、以前、だから28期、例えば猪下さんも28期ですよね。僕ら同じクラスでしたね。で、バルチック艦隊は末広がりずさんの三島さんかしらと。そうや、ね、そう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 。結構その僕らの一期上がオリラジさんで、はい、でバルチック艦隊は西のオリエンタルが呼ばれてた。ほんまに呼ばれてた。めちゃくちゃ受けてた。ゼロ年目で M1 の準決勝行ってたね。すごかったもんね。で末広がりずの南條は、うん、僕らラフ次元と、うん、あの最初の NSC のクラスが一緒でした。 G クラスっていう、だからあの3人だけ G クラスの唯一生き残りというか、そう、だから南條も全然変なネタやってたよ。なんか渦巻きやろ。渦巻きの前一人、1人クラス。なんか何君今明日あるわ、あるわ、そのネタやるんじゃん。あ、やるかな。言うな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 。じゃあやるか。もっと、いや言うな言うな。絶対もっとこうやってるやん。やってないから。もっとちゃうねん。ちょっとやってるやん。誰が14年前のネタやんの。ああ、そうなんだ。もちろんおもろなってるやん。めちゃくちゃありネタやないか。さあ、ということでバルチック艦隊ご存知の方もいらっしゃる。すごい。じゃあ、ひなさん出しもらおう。もう一個ぐらい行っていいですか。ひなさん出しもらおう。いった。なに。カニ。どこで頑張ってんの。カニ。誰ですか。誰ですか、カニ。やめてくださいよ。誰が入れたの。やめてや。ラインライブでカニ入れんの。カニ入れるおかしいでしょ。おかしいでしょ。そんなん言うたら引かすで。木崎の手があれでしょ。木崎の手があれでしょ。木崎の手あれでしょ。あ、柔らかい。ハムスター入ってた。かわいい。嬉しい。ありがとうございます。誰ハムスター入れた。誰ハムスター入れた。ラインライブやで。カニとハムスター喧嘩しますよ。そんな遊びいらんで。動物を何やと思ってるんですか。神しか入れんといて。やめてください。入れて、早引けて。いや、そんな人に言うたら引いてよ、ちょっと。いやいや、梅ちゃん普通に引いてよ。あっち、お湯入ってた。誰お湯入れた。梅ちゃんを攻めて滑らしたし。ポット、ポット入れ、ポットの時、ポットって言ったから、さっき。ポットって言ったから。前から言うけど、俺をもろくしたって得ないぞ。特ないの。特ないっすか。もうどうしますか。時間は大丈夫なんですか。もう一個行く。もう一個だけ行きましょう。行きましょう。加藤さん。何しか。じゃあもう全部なしで。どっち。普通に。もう普通に。普通に行ってください。普通に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 。大丈夫。時間ほんまにもう。時間ないね。時間ないでも。はい。時間ないね。このコーナーまだやっていいんですか。45分まで。全然いける。全然いける。9時45分まで。まだ15分あるわ。あと15分あるから全然いける。吸い込まれる。誰ダイソン入れたの。誰ダイソン入れたの。吸引力変わってへんやん。やめてください。吸引力が変わってへんよ。何ですか。入れたからって。肌のさ、吸い込んでどうするんですか。やめてくださいよ。もう悪い。ほんでなんかプレッシャーかけんのやめて。前や。ですよ。前や。衰えない。衰えない吸引力。はい。すぐ引いた。すぐ引いた。はい。え、意識していた木。木。そんなあんの。木で。木で。だから我々が28期やから、他に意識してた木あるっていう話。え、あるかな。ない。あ、僕はでもないわ。なくてもあります。ないか。ある。ないか。30期。ああ。なんで？ある。すごかったもん。なんか勢いすごかったんですよ。まあプリマダンナ当時プリマダンナ。俺は感じひんかったけどな、別にそんな勢い。ダサいダサい。まあバンビーノ意識するほどのところにおらんかったからな。おらんかった。なんで仲悪いんだよ。おらんかった。キュウが仲悪いけど。キュウが被ったからや。キュウが被ってるからやね。関係ないやろ。これ、それなんか吉本さんなんか言ってきてる。いや、これは俺これ西梅田であのイベントやった時に作った。西梅田行ける時やったから。ほんま？うん、大丈夫。ほんまに？ちょっとピリッとさせたよ。吉本さんそれ何も言ってきてる。えーって大丈夫。えーって大丈夫。吉本さんは意識してた気は。僕20期ですからね。誰やっぱりちょっとこうなんかライバルというか26、27、28の時もあったっけ。
俺らがシステムは多分俺らからや。そっかそっか。俺らからや。そうか、俺らからか。うん。なるほどね。え、七木さんからじゃん。ちゃうかったっけ。27期もやってたような気するな。混じってた気もやってた。なんか22期さんとか25期さんとか上の人らが出すぎて収集つかへんくなって、なんか3年以内にしましょうみたいな。あれで出たんだけど、ハムさんとか出てなかった。出た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 。27期さんやから。田中池さんとか。田中池田さんとか。井川さんとか。井川さん。なんかライブ中にダメ出し公開でされるって聞いたよ。最初の初期な。ああ、あった。あった。あの、あった。あった。1回目ノリオ師匠やからね。がもう見てんねや。見てて、でそこでダメだし、公開ダメだし、お客さんおるの。そう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 。でそうやめましょうってなって、やめましょう。やっぱりちゃんとやめましょう。やめましょう。そんなはね。後日ネットでランキングをします。ああ、なんだ。間違ったらプレステージ決勝ですっていうやつ。な、CDR もらえねえな。毎回 DVDR 10位以内に入ったら、上位やったら DVDR もらえる。いや、会にこそ渡せよ。会は1ヶ月出れへんとか。あった。会話で2回連続で会取ったらもう半年くらい出れへんみたいな。俺はあの DVDR1 枚置いてたもん。いいよ。俺も多分置いてたもん。あの、ヴァンパイア、稲ちゃん、今アインシュタイン稲ちゃん、稲ちゃん同期やからね、この話しておきたいけど、稲ちゃんがあのヴァンパイアってコンビ組んでて、でヴァンパイア面白いって聞いてて、 DVD でそれで入ってたから再生したら、もう衝撃的なヴァンパイア2人がその衣装がないから、もうゴツゴツのアウター着てくるとか、もうアウターで漫才してたの。フードついた。ファーがついた。アウターで。ちょっと前にブラマヨの吉田さんがちょっとあのコート着て、在庫があったから、毛皮のやつ。それ憧れてんのかなと思って。全然なかった。なかったから。そう、衣装がないからね。グレーのテルみたいな格好で。そうやね。稲ちゃん同期なんですか。ちょっとスケジュールの都合で。あ、だから東京の同期は意識してましたかという質問。あ、なるほど。だからもうここよ。え、してた？いや、MSC の東西対抗戦って出てない？あ、これ出てないのやろ。で、それの大阪編の時、東京編、大阪編あったあったあった。で、大阪編の時に江戸春美さん来てた。来た。あー、来てた。一番秋に行かん。来てた。な、で、なんか最後あの今イエスシアターがあるところが、なんか昔なんか飲食店入ってたのよ。入ってた。地下にな。そう。で、そこで打ち上げみたいなしててんな。ほんなもうここが、もう江戸さんにもどっちが先売れると思ってる？なんで？ほんま勝負しようや、ほんなら。なんで？いや、だっておばさんやったし。どういう意味？向井とかもおったよ、パンサーの。まあパンサーじゃないけど、パンサーの向井とか、吉井ね、吉井の吉井のおったけど、その辺はもう勝てへんと思ったから、このおばさんやったら勝てるなって、江戸さんにバーッ、どっちが先売れると勝負。言うたら、次の年24時間マラソン走る。すごい出てはろうってなってる。ほんまに走ってた。ほんまにびっくりした。トップランナー、トップランナー、マジのトップランナー。その頃は木崎は何してたの？何もしてへん、ほんまに。ベースも入っててないぐらいの。ちょっと覚えてない。なんで覚えてない？江戸春美さんだけ覚えてない。なんで覚えてない？でもその打ち上げの回あるやん。多分江戸さんそれ言われた後やと思うんやけど、その日に俺ら多分ネタやった時がめっちゃ受けて、で MC かまいたちさんやって。で、あのネタ終わり、打ち上げ会場行く途中に濱家さんが俺らの肩ポンポンと叩いて、濱家さんが「お前らおもろかったで」って言ってくれて、そんな芸人さんに初めて面白いって言われたから泣きそうになって、やばっと思ってパッと見たら梅ちゃんもうボタ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 ボで、打ち上げ普通さ、そんな5分ぐらい泣いたらまあ収まるやん。5分でも長いんちゃう？打ち上げ中ずっと涙止まらへん。でもついになんか濱家さんとかも引き出して、いや泣きすぎ泣きすぎみたいな。同期もみんな引いて、最後その飲み会の会場の隅で梅ちゃん号泣して、江戸さんが梅ちゃんにお酒ついてるみたいな。なんその謎のおばさんが、おばさんとスナックみたいな。江戸春美さんがママみたいにお気持ちわかりますよって丁寧に拝借してくれて、晩酌この人売れるやろなと思って来年マラソン走ってはった。何でうち揃えるんだ。ええわ。だから東京、それが東京公演の MC をピースさんやとかね。そうそうや。そうそう、ピースさんびっくりした。ピースさんのやんねや。打ち上げにも行ったよ。行ってた行ってた。まだ組み立てぐらいの時になっちゃうかな。2005年やったら。ほんまやわ。な。てたわ。チョコプラもまだ組んでなかったかな。松尾アンダーグラウンドっていう、あっちゃんはなんかダンスしてたよな。そうそう、レゲエみたいなね。
向井くんはまた違う紫陽花公園ねコンビやったもんね。紫陽花公園東京に行くっていうので初舞台東京で、うん、なんか舞台の靴じゃなくて下靴で出たやつってむっちゃ怒られへん。あーそうかなーたかもしれない。舞台じゃないとこでなんか知らんけど仕事が怒られた俺らじゃないのに誰かが下靴で出て帰ろよみたいな感じだよな気がする。めちゃくちゃ怒られた記憶があるよ。そうや僕 NSC の時にダンスの授業があって、はいはい、ダンス前から絶対腹ごしらえしなあかんから、うん、カツ丼そこで食ったらめっちゃ怒られましたね。あの基本飲食禁止っていうのは知ってる NSC は知らんから飲食禁止でもこれ土足も禁止土足でもあかん土足も禁止土足ではないよちゃんと靴脱いでカツ丼食べる。私はほんまにごめんなさい腹減ったらほんまに何もできない人でずっとあの舞台前も絶対おにぎりとか食べなあかんくて、はい、でちょっと忙しくて食べれんかった時ほんま出番直前の袖で食うてたからおにぎり。怖いぜげえな。なんでお前が忙しいの。何やねんいろいろあるやん。何があんねん。いろいろあるって何があんねん。ごめん知ってるちょっと懐かしい話してるけど、いやでも知ってる人まあでもブルースタンダードっていうブルースタンダードこれ誰やったんかな。トンファーの浜くんや多分か、うん、もういたんですよそういうコンビも、えちゃうかな多分なんかそんな感じですね。そうやんな、はい、あと濱家さんがその頃は尖ってたっていう。めっちゃ尖ってた怖かったで。え入学式俺濱家さんおったもん。あの入学式 NSC の入学式の時に濱家さんがスーツ着て、うん、お前ら行けよみたいな。じゃあ濱家さんはあのあえて厳しさを見せなあかんから怖く言ってはってらしいねんけど怖っと思って。うん確かにね。でも眉毛も細かったしめちゃくちゃヤンキーおるやんと思って、だって1年上がなんかアシスタントっていうかそういうのやるなんでか2期上の濱家さんおったもんね。おったおったなんでかずっとおったで、さっき言ってた今宮恵比寿、うん、子供なんか漫才なんとかの団長列あるやんか、うん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 、あれに2年先輩の濱家さんと瀬下さんが、うん、あのビッグスクーター乗って、うん、おもろいやつおるか見に行こうぜっつって、うん、こんなんでやきるめちゃくちゃ怖かったよ。オレンジのオレンジのビッグスクーター。そう遠いとこからバイクの上またがりながらネタ見ててさ BKB さんでもせえへんけど何それいやめっちゃ怖かったあれめっちゃ怖かった、むっちゃ睨んで漫才見られてへなるほどね。じゃあラストぐらいかな行きますか。もう普通にじゃあ行きますよ。はい、はい、こちらです。今だから言える同期の暴露話。出た同期の暴露話よ。暴露話今だから言える。今だから言える。今だから言える。話は何やろうな。これ今やから言えるみたいな。今やから言える。何やろうな、まあ、だから俺は意識 してたんやけど、うん、カルパチーノあ、おった、はい、これ皆さん今思ったらもうすごいやつらなんですよ。それは高校生の時にベース吉本にもう入ってるんですよ、入ってる。で、高校卒業するタイミングでもう一回勉強し直しますっていうので俺らが同期になってるな、うんうん、そうそう。だからもう君らはもうその、カルパチーノよりももう下です。もうだってもう入ってるやつもおるから、うんうん、もう君らは別に折れてくれんでもカルパチーノおるからみたいな。確かに、いや扱えてそうやってそうやってそうやだから俺そんなにクラスで面白いタイプじゃなかったんけどカルパチーノネタしてる時をすごい顔で見てたあえて自分の暴露かい入学金払ってないんじゃなかったっけ。あー推薦入学。いやあれ噂、いろんな噂があって払ってないっていう噂もあったりとか払ったらしいでとか先にもう劇場入りしてるから劇場入ってるから順番が逆やからスーパールーキーやん。だって高校生で入るそうそうそう。いや当時吉本さんそんなするかな。いやどこでもせえへんと思う。噂の息だってなんかあいつらネタ30秒で1本ネタ作れるとか噂もあったそんなわけないやん。いやもうそのインテリネタでそんなわけないやん。どんなやつやねんと思って。どんなやつや思ってた。そんなわけないやん。めちゃくちゃおもろいって聞いたもんな。いや面白かったよねでもね。いやすごい、うん、そう今では考えられへんのよね。ファイブアップとか漫才劇場になって、うん、高校生の現役高校生が入ってきてるんだよ。粗品が最後だよ。あーそっか。粗品でも高校生いや、大学19か。だから今で言ったらかけるメンバーにいきなり高校生の時になって高校生の時になってかけるメンバー入りしてから、うん、NS もう一回勉強し直します NSC に通ってるみたいな。それはすごいじゃん。スーパールーキーあれスーパールーキーほんでちゃんと M1 準決勝行ってためっちゃ受けてた。行ってた。すごいな。めちゃくちゃ受けてたなあ。
だからカルパチーノがおるから俺ら何してもそのトップにはなれへんから。なるほど、カルパチーノがおるから。そう、ラバルチック艦隊よってカルパチーノってっていう感じだったもん、ね。ああ、そうそうそう。花のっていう感じだったもん。結構28期最初チヤホヤされたよな。チヤホヤされたな。花の28期言われてた。何この状態？何このメンバー？なんか一回な兆しや、それを怒られた日があって何やったかな、 NSC 道場の、なんか道場だったやんか、卒業したし、まさに万劇ですよ。そうそうそう、ワッハ髪型ね。ワッハ髪型、そうそうそう、お前や、そうそう、ここで卒業メンバーでまだ劇場入りできてないメンバーがネタやって、上位に入れたらなんか授業するみたいな時に、あったわ、あった。なんかそこで先生が一回なんか28期な、なんや、おもろかったのに、なんか頼んでんちゃうかって怒られて、あ、そうな、何この怒られ方みたいな、なんか期待されてたん、そうそう、なんか一箇所なんか覚えてる。ストレートパーマとかも、ストレートタイム、タイム、タイム、そう、タイム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 、同期、同期です、同期です。今ちょっと音楽の方に行きましたよね、うんうん、むちゃくちゃ奇抜なコントみたいな漫才、うん、もうめっちゃシュールな奇抜なやってて、うん、解散理由が中川家さんみたいなしゃべくりがしたいから、うん、解散して全然違うかった。あの僕その堤原とのストレートタイムの、うん、その後僕と組んだんですよ。え、そうやった、シュークリームズっていうコンビで、ほんまや。で僕解散理由が中川家さんみたいな漫才したい。びっくりした。じゃあ、なんで組んだんや。直ってない。言ったら解散できると思った。逆らえへんからな。逆らえへん。びっくりしたいな。うわ、懐かしいメンバーおるなぁ。同期でコンパ行ったんあるけどな。何？同期でコンパ行って、暴露、同期に誘われてコンパ行って、部屋ガチャって入ったら、俺がそのコンパに参加して、ガチャって入ったら、梅ちゃんおって。コンビ？コンビでコンパして。誰がおったん？だからあとそう、南のし、南市、あの末広がりずの何条、三島湖、三島、うん、あー、ほーガッチャリをやってた。あと誰がいたかな。でもまあまあ、なんかその同期のメンバーがいて、最後なんか気に入った子指さそうぜって言って、またそこもコンビで被るっていう。うわー、うわ、めちゃくちゃ仲いい。そうそうそう、それいつの話、先週ぐらい。なんでやねん、おい。既婚者、既婚者、にじちち、ちち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 ち、早口言葉や。言い方今べっぷさんやから。なんでやねん、言い方が。なんでやねん、おい。今べっぷさんすぎて入ってこへんのよ。いちいちのちち。なんで知らんねん。お前どっから記憶ないねん。あ、そうなん。なんで隠してたやつ。俺も後で教えてんの。あのなんやねん。いつも怒らんこと。一時の父。え、言っとくけど俺まだ怒ってるから。すいません。まだいじれる。木崎と、木崎と僕がすいません。折れちゃうねん。俺は関係ない。会議むちゃくちゃ会議してんから。入れてよ。その会議にも入れてよ。関係ないやん。疑問になりたい。違うやん、だって俺。疑問になりたい。疑問になりたい。入れてよ。疑問になりたいじゃないのよ。さあ、どうしますか。5000人見た、ありがとうございます。すげえ。そうなんや、同期おんじゃん。え、さっきの YouTube 配信ぐらい見てるじゃないですか。え、マジで。え、それが何でも5000人すごいやん。なんで気づかやってる。どうしたら。そんなみんな、なんでやねん。すいません、プレッシャー。なんだよ、プレッシャーかかる。木崎と僕がおもろいこと言わなあかんくなる。すいません。言え、言え。やめてくれ、そんなん言われへん。仕事いただいてるんで。木崎がすいません。お前やめろや、お前。巻き込み癖あるぞ、お前。巻き込み癖。それでは、最後にですね、続いての、はい、あ、次回の、お知らせに行きましょうか。はいはい。明日もあるんですか。明日、あら、8日日曜日の同期特別配信のお知らせです。続いては、じゃん、30期バージョンでかっ、花の30期だ。令和北南ドカン、ジッテリンジン、ダブルアート、ツートライブ、そして爆之助と、すごいな、詰まってますね、30期はね、すごいな。アマコインター、ここにアマコインターおった。アイロンヘッド、アイロンヘッド、バンビーノ、バンビーノ、いや、エグいな、エグいわ。ちょっともう、エグいな。また入りたなってるやんな。すげえな。誰入りたい、誰入りたい。アマコかな。女、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 男のむずそうな鳥。何それ。さあ、皆さんこちらですね、明日ございます。時間は本日と変わらず21時からの生配信となっております。ぜひリアルタイムでご覧ください、うん、ということでございまして、休館の、期間中はですね、毎日、吉本興業 YouTube チャンネルで全劇場リレー生配信をする。出た、すごい、まだ出てない。何時に入ったの。明日 NGK とあるんですよ、これ。はい、皆さんちょっと軽く、皆さん見える、
はい、はい、この後21時頃からは、はい、無限大ホールから。いや違う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 、もう10時やから。違う、もう10時前や。10時前や。間違え、時間のチャットに書いてんねん。でも確かに木崎さんは書いてるのを、あ、そういうのだけ。僕は書いてるのを読むことしかできないですよ。やめてまえ、もう読まなくて大丈夫。すいません、木崎が、木崎がすいません。お前巻き込むなって。まあ、このスケジュールで明日も、吉本の各劇場から、配信を行ってるということです。すごい、面白そう。ラブ次元もなんかやるんでしょ。そう、なんかちょっとそう、プロジェクトをちょっと立ち上げて、めちゃめちゃ募そうなんですよ。もうだって完結してて、ありがとうございます。完結して3倍近く集まって、うん、なんでやっぱ作家さんとかスタッフさんもお仕事ちょっとだけできなくなってる方多いんで、うんうん、ちょっと多い目に単独に手伝っていただいて、もう全部なんかこの時期のこうなんか新たなこう動き方としてなんかできたらなスタッフさんに還元する。そう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 、俺ってスタッフやったっけ。いや違うよ。違うやんか。いや、気づいた人は俺は仲間やからスタッフを巻き込め。ほんでスタッフかよ。違うでしょ。場所もなんか一応スタジオとかをいろいろ回ってて。すごいな。そうそう。なんかこのこういうまあ時期ですからね、そういうふうになんかこう個人でいろいろ動いたりいろいろあると思いますので、まあ詳しくはおのおのすけ SNS やってますので、ぜひお願いいたしますということで。ね、いかがでした和田さん今日は。いや、あのね、まとめますとやっぱいい気やね。まとめんな、まとめますと、まとめてって言われたらね、結局ね、あのあれなんよ、こう最初散ってても、うん、こう後でギュッてこう少ないからこうひとまとめになる感じがして、うん、僕はいいと思います。え、ちょっと泣いてる。目やかない。いやいや、違う、僕今日朝8時からウーバーイーツしてたし。まだ眠たい。まだ眠たい。目やかいだけなんや。違うよ。なんで本気で眠たいの。知らんて。さあ、すみません。ございまして、ありがとうございます。来ていただきました。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、吉本漫才劇場の配信時間は19時半、明日もね、あるんですかね、19時半からとなっております。ぜひこちらもご視聴くださいということでございまして、28期生配信は以上となります。皆様どうもありがとうございました。明日30期。